杏林大学医学部薬理学教室の桜井です。難陰性物質、細胞の中に取り込むときに輸送体というものを使って取り込まれることが多い。そういうものの中にどんなのがあるか、それでその輸送体をターゲットにして何か創薬できないか、そういったような研究をしています。尿酸が胎盤でまあどのようにこう扱われてるかっていうことに興味を持って、最近それがフィジオロジカルレポーツっていうジャーナルにパブリッシュされたわけですけども、尿酸を運ぶトランスポーター1種類だけではありませんから、いろんなトランスポーターをずらっと調べていかなければならない。そういう実験のこう計画を立てるとき、過去の論文とかも参考にするわけですけども、狭い分野にこう限られてきてしまうし、それでシュプリンガーの e-book のリストをパラパラ眺めてみたら、ドラッグトランスポーターっていうのがあって、ミカエレスメンテンのカイネティクスといいまして、どういう具合に尿酸が運ばれていくんだろうかが書いてあるわけですね。でそれを参考にしまして、いろんな実験を組み立てて、生理学的にややもうちょっと広い立場から今何が起こってるんだろうかというのを解明していくのに、レビューだとかモノグラフ、このまさに電子ブックが扱っているこういった領域の本があると非常に実験の計画が立てやすい。一つはやっぱりかさばらないことですよね。一冊丸ごとダウンロードできてデスクトップに置いとくことができます。検索がしやすいですし、ポータブルである。データベースなんかも我々使うことあるんですけど、あれインターネットが つながってないともうアウトなんですね。電子ブックはデスクトップにダウンロードしとけばオフラインでも使えますので便利です。タブレットだとか持ち運びの便利なものであれば、この部屋じゃなくても会議の時に使うだとか、実験をしている人たちとの間でこう見ながらディスカッションできる、そういったメリットは出てきますね。割とその広い分野のものを見ることができる、ある程度こう創設的にカバーできるようなモノグラフがありながら、それがかなり広い分野に散らばってる。だから新しいことが何か出てきた時にそこへ行ってみたら、まあ何らかのものが引っかかる可能性が高いと。私自身はですから、あまり詳しくない分野に入るときに、まず電子ブックのコレクションで何かいいのがないのかなというふうに探すのが大体ルチンです。医学とか生物学とか、まあ流行りのいわゆるそのビッグデータですね、そういう処理っていうことを考えたときに、数学だとかね、統計だとかいうのを避けて通れない時代っていうのは出てくると思う。例えばその臨床だけに限らず、基礎とか医学の周辺の領域のね、ベーシックサイエンスを広く含めたようなパッケージといいますかね、未来のサイエンティストのための、つまり今いろいろ学問の領域の融合が始まってます。それに対応できるような知のベースとしての電子資料といいますか、そういうものが出来上がってくれれば一番いいかなというふうに思ってます。